コンオフ、ポスティングでのメジャー挑戦を表明していた阪神藤浪晋太郎。オークランドアスレチックスと1年契約、年俸4億2000万円で契約することに成功し、大きな話題を呼んでいます。今回の動画では過去に阪神からメジャー移籍を果たした選手全4人を紹介したいと思います。まず1人目は藤川球児選手。阪神タイガースの絶対的守護神として NPB 通算243セーブを積み重ねた藤川球児選手。高知商業高校からドラフト1位で入団した藤川選手はプロ2年目の2000年に1軍デビュー。その後は伸び悩む時期もありましたが、岡田監督が就任した2004年シーズン終盤にリリーフとして頭角を現しました。翌2005年には80試合に登板し、7勝1敗46ホールド1セーブ、防御率 1.36 の好成績を残し、53ホールドポイントで最優秀中継ぎのタイトルを獲得。リーグ優勝に大きく貢献し、久保田俊之選手、ジェフ・ウィリアムス選手と形成した勝利の方程式 JFK の一角としてタイガースの一時代を築きました。また中継ぎながら139奪三振、奪三振率 13.55 という圧倒的な数字を残しました。2007年からは抑えを任され、71試合に登板し5勝5敗6ホールド46セーブ、防御率 1.63 という成績でセーブ王を獲得。翌2008年には63試合登板で38セーブ、防御率は驚異の 0.67 をマークしました。2011年にも41セーブを挙げて2度目のタイトルに輝くなど抜群の実績を残し、2013年オフにメジャー挑戦を決断。最大3年で満額2100万ドル、約17億2200万円という新人のリリーフ投手としては大リーグでも破格の大型契約でシカゴカブスと契約を結びました。しかし1年目は6月にトミー・ジョン手術を受けたため12試合の登板で1勝1敗1ホールド2セーブ、防御率 5.25、 2年目も15試合の登板で防御率 4.85、 2年間で計27試合登板に終わり、3年目は一定の出場試合数をクリアすれば自動的に1年延長するシステムとなっていましたが、クリアできなかったためオフに FA となりました。2015年はテキサスレンジャーズと年俸1億1800万円プラス出来高の1年契約を結ぶも、2試合防御率 16.20 と結果を残せず、シーズン途中に自由契約となりました。レンジャーズを自由契約となった後、ニューヨークヤンキースと契約合意寸前まで行きましたが、メディカルチェックで手術した肘の状態が引っかかり契約は土壇場で破談。藤川選手自身も引退を覚悟した失意で帰国することになりました。日本では古巣の阪神が先発投手として獲得を調査していることが明らかになり、一部では阪神復帰が決定的とも報じられました。しかし地元の子供たちに夢を与えたいとの思いから、出身地である高知で野球人生を再スタートすることを決意し、四国アイランドリーグプラスの高知ファイティングドッグスへ電撃入団。翌2016年からタイガースに復帰すると、2017年から3年連続50試合登板を果たすなどフル回転。貴重な戦力として変わらぬ存在感を放ち、2020年限りで現役を引退しました。2人目は井川圭選手。阪神タイガースで大活躍を見せた一方、メジャーリーグで苦しんだ選手の代表例が井川選手と言えるかもしれません。水戸商業高校からドラフト2位指名を受けた井川選手はプロ4年目の2001年から徐々に頭角を現し始めました。2001年は9勝13敗と負け越したものの、規定投球回に到達して防御率 2.67、 翌2002年には14勝9敗防御率 2.49 で最多奪三振のタイトルを獲得しました。さらに2003年は29試合206回を投げ、20勝5敗勝率 0.800、 8完投2完封防御率 2.80 をマーク。チームをリーグ優勝に導き、投手3冠と最優秀選手沢村賞とタイトルを総なめしました。その後も安定した活躍を見せ、球界を代表する左腕となった井川選手は2006年オフにポスティングシステムを行使してメジャー移籍を表明し、大型5年契約でニューヨークヤンキースに入団しました。しかし移籍1年目は14試合登板で2勝にとどまると、雪辱を晴らしたい翌年はわずか2試合の登板。3年目以降はマイナー暮らしが続いてメジャー復帰は果たせず、井川選手の挑戦は不本意な形で終わりました。メジャー時代の苦悩は上原浩二さんとの対談動画で語られています。井川選手は阪神在籍時代、年俸が1億円を超えていたにもかかわらず、家賃が安いからという理由でルーキーや独身選手が生活する選手寮古風荘で生活していたそうです。そのため球団からは早く出て行ってくれと何度も言われ、2003年の優勝後に大量させられましたが、甲子園にある駐車場にプレハブを建築してほしい、そこに住むからとお願いしましたが却下されたという面白い話もあります。メジャーを経て2012年に日本球界に復帰した際も、家が決まるまでの間オリックスの選手寮に入寮。僕は寮生活が大好きですと嬉しそうに語っていました。3人目は薮啓一選手。阪神タイガースの低迷期をエースとして支え続けたのが薮啓一選手です。薮選手は社会人の朝日生命からドラフト1位で入団。
背番号はエースナンバーの18を与えられ、即戦力として期待されました。ルーキーイヤーから26試合181回3分の1を投げて9勝9敗、防御率 3.18 という数字を残し、新人王に輝きました。当時の阪神タイガースは1993年から10年連続で B クラスに沈んでいたため、矢部選手は暗黒時代のエースと呼ばれることも珍しくありません。 NPB では3年連続を含む4度の2桁勝利を記録。2004年オフに海外 FA 権を行使してオークランドアスレチックスと契約を結びました。海を渡った矢部選手は中継ぎとして起用され、1年目から40試合に登板し4勝0敗、防御率 4.50 という成績を残すも、契約オプションの2年目保有権をチームが行使しなかったため、シーズン終了後に自由契約となりました。翌年はコロラドロッキーズとマイナー契約を結ぶも、メジャー昇格は果たせず3月31日に契約解除。その後6月29日にメキシカンリーグのティファナコトロスと契約を結びました。翌2007年はどこの球団にも所属せず、1年間を自主トレーニングに費やしました。この年は練習相手もおらず、ネットや壁にボールを投げて投球練習をすることもあったそうです。アマチュア時代も設備など野球環境に恵まれていなかったが、さすがに練習相手がいないのはこらえたと明かしています。1年の無所属期間を経て、2008年はサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、最終的にはメジャーで60試合に登板、3勝6敗9ホールド、防御率 3.57 と見事な復活を遂げました。その後、2009年はメジャー登板はなく、2010年、シーズン途中に東北楽天ゴールデンイーグルスで日本球界へ復帰、同年限りで現役引退を決断しました。最後は、新庄剛志選手。2022年から北海道日本ハムファイターズの監督を務める新庄剛志監督も、阪神タイガースから海を渡った選手の一人です。西日本短大附属高校からドラフト5位でタイガース入りした新庄選手は、打率3割を記録したシーズンこそなかったものの、長打力を武器に在籍11シーズンで計145本塁打を記録。特に最終年となった2000年はキャリアハイの28本塁打85打点をマークしました。右中間守備コンビを組む亀山勉選手とともに阪神の暗黒時代を盛り上げ、亀山、新庄の頭文字を取り、亀新フィーバーと称されました。当時入寮していた球団寮古風荘に届く新庄選手宛てのファンレターは1日につき段ボール1個分あったという伝説もあります。新庄選手といえば歴代屈指の外野守備です。守備範囲の広さと強肩は相手チームの脅威となり、タイガース時代には7度のゴールデングラブ賞に輝きました。2000年オフに FA 権を行使、阪神が5年契約、総額12億という好条件を提示したにもかかわらず、ニューヨークメッツが提示した当時のメジャー選手最低保証額2200万円プラス出来高を選び、メジャーへ挑戦。イチロー選手とともに日本人野手初のメジャーリーガーとなりました。メジャーでの新庄選手は日本人選手初のサヨナラ打、グランドスラムを放つなど持ち前の勝負強さを発揮し、日本人選手として初めてワールドシリーズにも出場しました。メジャー3年間でニューヨークメッツ、サンフランシスコジャイアンツの2球団でプレーし、通算303試合に出場、打率2割4分5厘、20本塁打、100打点という成績を残しました。その後、2004年からは日本ハムファイターズで日本球界に復帰、入団会見で掲げた札幌ドームを満員にすること、ファイターズを日本一にすることを成し遂げ、2006年限りでユニフォームを脱ぎました。ということで、今回の動画では阪神からメジャーに挑戦した選手を紹介しました。藤浪選手がメジャーの舞台で活躍することを願っています。ここまでご視聴いただきありがとうございました。